皆さんこんにちは。ビッグカメラ有楽町店楽器コーナーのヨッシーです。よろしくお願いします。今日は初心者の方におすすめのピアノを3台ご紹介いたします。最初はこの機種です。この機種は色がすごく素敵で、それがとてもお問い合わせが多い商品です。色だけではなくってメーカーさんの特徴がしっかり現れた1台です。楽器メーカーさんが作っているものなんですけども、耳なじみのある音、確かな演奏感というところで人気があります。このようにしっかりした音が出るおすすめの1台、まずこれが1台目です。下の機種はローランドの RP701 という機種です。こちらも色が白があったりですとか、カラーバリエーションというところでもお楽しみいただけます。音がたくさん出るというのがローランドの電子ピアノの特徴で、他のメーカーさんだと割と2桁台の音の種類が多いんですが、ローランドさんは3桁台ありますので、そちらもピアノ以外もたくさん楽しめます。通常のもちろんピアノの音も出まして、それ以外もこんな面白い音ですとか、こういう音ですとか、ドラムの音とかも出せるのがローランドさんの特徴です。あともう一つ面白いのが Bluetooth オーディオが使えるので、この大きな電子ピアノがスピーカー代わりになります。そうやって音を出すことができるっていうのもこちらの電子ピアノの特徴です。そして最後、こちらの機種はカシオの AP470 という機種です。こちらのピアノはスピーカーがなんと4つも入ってます。で、その良さを生かすために上のこの天板がこういう風に開く仕様になってます。この天板が開くことによって音がより豊かに出るようになってます。ここに USB メモリーが刺さるようになってます。中で音が録音ができますので、録音したものを USB にデータを移してということが可能です。ピアノの音がちょっと変えられるっていうのと、自動演奏が、これはもう他のメーカーさんにもあるんですけど、カシオさんはここに全部集約してます。以上3台がおすすめの3台でした。初心者の方でこれから何を買ったらいいのかなってわからない方いらっしゃると思うんですけれども、ぜひ音とかも聞いていただいて、実際見ていただいてやることも電子ピアノ選ぶ中でとってもおすすめです。以上私のおすすめでした。